したいと思います。やっほー。ねえ、明日で6月が終わってしまいます。今年も半分、今年も半分がもう終わるんだって。やばくない？それもやばいけど暑くない？やばいですよね。前代未聞の梅雨明けです。いいのか悪いのか、なんかあんま、まあ、梅雨すぎても困るけど梅雨がなくても困るっていうやつですよね。水が足りなくなっちゃう。暑すぎる。こんばんは。ねえ、6月に梅雨が明けるなんてっていう感じですよね。梅雨が明けるっていうか梅雨入りしたからっていうぐらいの感じですね。わ、写真会ありがとうございました。この間関東で久しぶりにああいうお話し会とかそういう感じのイベントだったので久しぶりに会う方が多くて楽しかったです。そう、久しぶりに会う方、多分こうイベントとかそのコンサートとかは見に来てくださったけど、こうやってお話しするのは久しぶりだよっていう方が結構多かったので嬉しかったです。ありがとうございました。そうなんです、お家に帰りました。なんか意外と全然帰れてなくて、そうなんですよ、意外と全然帰れてなくて、で一回お帰れるってなった時に帰れなかったんです。でちょっと落ち込んでたんですけど帰りました。もう気持ちが晴れやかです。嬉しかったです。みんな楽しそうで羨ましく、楽しかったですよ。でもその代わり福岡が先に写真会やっちゃったのでその分ってことですね。お、日曜日久しぶりに公園見に行くよだって。やったー、ぼかちゃんの生誕祭ですかね。お待ちしています。そう、実家の空気なんかもういい、その実家に、実家っていうかお家にいるだけで安心するんですよね、人がいるっていうのと。そう、もう最高だった、帰りたくなかった。もう帰りたくないよってなったけど帰りました。帰りました、ちゃんと。はい、帰ってきてくれてありがとう。そう、久しぶりに会う方が本当に多くて3年ぶりとか5年ぶりとか、そうなんですよ。家族となんかできなかったです。家族とはなんかそう、今お仕事があったので朝も早かったし夜も遅かったっていうことで何もできなかったんですけど、あの私あのお風呂大好きで、お風呂大好きでお仕事終わりに一番風呂入れますかって、お風呂、あのお仕事が終わる 3,4 時間前ぐらいにお母さんに LINE したら、あ、いいよって言って、いけるよって言って、まあお仕事終わったんですけど多分思ったより遅くて、でもお兄ちゃんが待っててくれました。お兄ちゃん、お父さん、私の一番風呂。すごい長風呂なのに待っててくれました。優しい。で一番風呂に入りました。ありがとう。2年半ぶりに東京遠征した。そっか、福岡の方もそうなるよね。そうですよね、うん、関東もめちゃくちゃ暑かったですね。はい、福岡も暑いし関東も暑いしどこもかしこも暑いです。どこもかしこも暑いです。はい、でもやっぱあれですね、写真会ってポーズ決めるのが大変ですね。面白い、ポーズ決めるのが大変です。あのやっぱ
か何枚もこう撮ってくださる方がいるんですけど、やっぱ私も大変だし、あちらも来てくださる方も大変だから、とりあえず来て何するってなって、ピースとハートは安定じゃないですか。その後もうあの4枚ぐらい撮ってくださる方とかはもうネタがないし多分考えてきてくださるんですけど、多分花に会ったら多分飛んじゃったりして、あどうしようってなって、で花もどうしようってなって、でなんかしまいにはなんかすごいすごいたくさん来てくださった方がいたんですけども、あの本当にネタがなさすぎて、しまいにはうーんじゃあたこ焼き食べちゃおっかとか言ってたこ焼き食べたりしました。はい、であとなんか花と写真が撮れればいいっていう方とか、花に会えればいいっていう方は本当にポーズが何でもいいみたいで、じゃあ何枚撮りますっていう、その何枚っていう指のポーズがしました。じゃあ4枚目なんで、じゃあ読んでっていう感じで面白いですよね。でもそういうのもあの思い出になってすごい楽しいです。でもやっぱあと聞こえづらいですよね、このなんかフィルムみたいのがあって、フィルムプラスマスクなので聞こえづらいって決まるんですけど、あ、桃ジュポーズもいっぱいしました。そうなんか桃奈さんが結構いらっしゃってめっちゃ嬉しかったです。あ、皆さん生放送聞きました？そう2回目の生放送だったんですけど、なんか全然なんていうの、1回目と感覚違くてなんかその前にちょっとあのなんだっけ、ライブ配信みたいなのがあったから、そんな緊張っていうかなんか1回目よりドキドキ感はなくてスムーズにできたんですけど、楽しかったですね。やっぱ早口になりますねでも楽しかったです。青のワンピ珍しい、あそう青いワンピースを着たんですけど、あれは結構前っていうか、まあ、春くらいにザラで買って、でも着る機会なくてやっと着れましたっていう感じ。眠かったです眠かったけど、終わった後はもうアドレナリンすごくて全然寝れなかったです。逆に喋りすぎ、たくさん喋ってたくさん笑ったから全然寝れなかったです。すぐ わあ、フルさん、アジサイですかこれは。アリがアジサイ、アジサイありがとうございます。あ、そう朝です、もうあったんですね。この間も朝です、ありがとうございました。この間はマンゴータルトとロールケーキを食べました。ロールケーキの食べ方が難しくて、でなんかやっぱ焦って、で生クリームがさ中にあるじゃないですか、だからさこうすごいもう半分くらいいかないと食べれないと思って、でも喋れないからと思ってつけて食べちゃったでもなんか倒してくださいって言われて、ケーキを倒すといいかもねって言われて倒してちょんって、でも生クリームは絶対に食べないと思ってちょんってつけて食べました美味しかったで結構花の出番って8あの終わる頃なんですよ。7時55分とか50分くらいなので、だから二度寝しちゃわないように気をつけてください二度寝しちゃって見れないって方が結構、見れなかったって方が結構いらっしゃったので、前回とかなので皆さん気をつけてください。あ、ちょうど仕事始まる前だったって、よかった。何時起きで、なんかまあその時の場所によるんですけど、まあ、朝じゃないね、夜中なんか1時とか2時とかあ、大勢さん、すごい、何これ、同じやつ
え、すごくない？なにこれ？え、これ何ですか？え、これ何？どうやって見たらいいんだ？なにこれ？すんごいの来た。これ何？すんごい梅雨だって。梅雨ありがとうございます。アジサイだって。ありがとうございます。嬉しい。大勢さんありがとうございます。2万ギフトだって。豪華豪華。2万だって。わー、こんなこと言っちゃいかんな。ありがとうございます。なんか最近、あ、そうだって言ったら、あれですね、Pさんとリコちゃんと花とマリアちゃんでお出かけしました。わー、埼玉のひろきさん、ひろきパパさん、ありがくまー、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、行ったんですよ。楽しかったです。初めてララポートに行きました。福岡にララポートができたんですけど、行きたいなって思ってたら誘ってくださって、行きました。楽しかったです。久しぶりにピーさんにお会いして、そう、嬉しかった。なんかたまにそこからピーさんピーザショールームしてるじゃないですか。たまにピーさんのショールーム見ちゃうんですよね。ピーさんのお話上手が、なんか聞いてて居心地がいいっていうか、あ、ピーさんショールームしてると思って聞いちゃう。かわいい。なんか花ってその趣味がないから、そのピーさんとかマリアちゃんとかがアニメのなんかものを買ってて、それでなんかグッズのさ、誰が出るかみたいなのあるじゃないですか。それのアニメ版みたいなのをやってて、あの全然知らないんですけど、見てるだけで楽しかったです。そういうの見るの好きなんですよね。人が、え、誰が出るの、誰が出るのって言って知らないのに。知らないのに見てっていう感じで楽しみました。あと P さんがあの UFO キャッチャーしてるのを隣で見て、頑張って頑張ってって言って。あ、サウナまだ行ってないです。でもサウナ行ってみたいなと思ってて、面白いでしょ。自分ができないことをしてる人のを見るのが好きだから、その例えば UFO キャッチャーもできないから、隣で頑張れ頑張れって言ってずっと見てた。わ、なんかすごいの来た。何これ、これは何なの。わー、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうだ、じいちゃんが卒業発表しましたね。寂しい。なんか、まあ、ちょっと前まで聞いてたけど、まあ、いつになるか分からなかったんですけど、そう、寂しいですね。じいちゃんいい人ですからね。花ちゃんの応援は心強いね。だって UFO キャッチャーで花に応援されてもっていう感じじゃないですか。ねえ、ひなたも卒業して可愛かった。超可愛かった。めっちゃ可愛かった。ずっとあの4期生が歌ってるのを後ろで3期生さんとかとリアメンで見てたんですけど、可愛かった。やっぱ可愛いですね。あ、またくまさん、埼玉のひろきぽぽさん、ありがくまー、ありがとうございます。福岡タワーひなたちゃんからなったんだって。すごーい、可愛い、絶対可愛いじゃん。
そう、先週のラップタイムしましたね。あと何してたっけ。5月、あーでも LINE ライブとかありましたね。あー大阪ツアーとかもあったわ。生活は楽しかったな。やっぱツアーは楽しいですね。あ、そうじゃん、かわいいやりました。かわいいやったわ。かわいい、そう、なんか最初、一番最初、東京公演、神奈川公演で可愛いをやる人たちの振り入れを見てて、わあむずそう、絶対嫌だわーって思ってましたよ。超絶覚えにくそうと思って。あ、ゆずぴさん、ありがたわー、ありがとうございます。そう、超絶難しそうと思って、わ絶対回ってこないでって思っちゃったの。そう、本当に難しそうだったのよ。で、なんかその夜な夜なもう難しそうだなって思ってたんだけど、まあまだまだだしいいかなって思ってて、で、そう、かわいい、来ないで来ないでって思ったら来た。来ました。でもみんなで、みんなも難しいねって、でも出る前にみんなで頑張るぞおーってやって出ました。楽しかった。結果はなちゃんのダンス好きだって、嬉しい。はなちゃんは自分のダンス嫌い。どのチャレンジコーナーも良すぎたのって嬉しい。でもさ、なんだかんださ、なんかやっぱさ、最初の神奈川公演でこれをやることによってファンの人はどう思うのかなっていう、すごい考えたんですよ。あのメンバーとかみんな、これをやってみんなは嬉しいのかなとか、どういう反応するのかなって思ってたんですけど、まあ結果的にファンの皆さんは、あの推しが可愛かったり素敵なパフォーマンスをしてたら嬉しいんだなと思って。やってよかったなって、自信持った方がいいなって思いました。もっともっと。結果ね、最初はさ、ファンの皆さんもさ、こんなやつやるんだ、こんなやつだって言ったらいかな。いつもと違うやつやったじゃないですか。だからこれをやるんだったら HKT の楽曲を見たいっていう方が多分結構多かったと思うんですけど、でも結果的にファンの皆さんは何でもやってくれたら嬉しいですよね。でもあれ、最新の曲が結構多かったんですけど、そう。それな、そうでしょ。結果的にはね、多分それで多分メンバーも自信がついてきて、あのいいっていう、いいパフォーマンスにもなるんだと思います。やっぱ最初はさ、みんなこう、なんていうの、大丈夫かなっていう気使う感じっていうか、多分みんなこう、どうしようどうしようっていう感じだから、でもどんどんみんなも自信がついていってっていう感じだからね、多分いいものにもなってるんだと思います。なんだかんだ楽しいからね。緊張するけど。めちゃくちゃ緊張するけどね、あれ、嘘みたいに。
最近の鼻ねねエピソードなんかある？ねねちゃんはすぐ鼻を盗撮します。すぐ写真を撮ってきます。はい、です。 B さんのダンス好きだって。え、嬉しい。あれ結構疲れるんです。何回も言うけど疲れちゃう。200万再生言ってましたね。すごい、ありがとうございます。サマーバージョン見ました。いいですよね、あれめちゃくちゃ暑かったけど、めちゃくちゃ暑かったし朝は寒かった。朝は寒かった。めちゃくちゃ風強くて海だったので、でもすごい楽しかった。もう最後に海の中入ったんですけど、死んじゃうかと思った。はい、死んじゃうかと思いました。そう、オレンジの洋服。あ、埼玉のひろきちゃん、ありがとうございます。ありがくまー。なんかそう、あのアイスのシーンあるじゃないですか。やっぱそのすごい太陽がすごかったし風もすごかったので、もう溶ける溶けるで、あれもう3回ぐらい食べたんですけど、めちゃくちゃ気持ち悪かったです。3回ぐらい食べたんですよ。もう気持ち悪くなっちゃって、みんなで最後の方もなんか「うん、うん」みたいな感じになりながら食べて、そう、最初はもうめちゃくちゃ美味しかったんですよ。もう暑いし、もう美味しいですねとか言って、いやもう一回行きますって言って、おい肉も食べちゃうんですかって言って、肉も食べて、ちょっとうん、ちょっと気持ち悪いねみたいな感じで、やばかったんです。でも美味しかった。1回目と2回目はそう美味しかった。もう溶けるの、もう溶けちゃうんですよマジで、風で。もうすごい、もうだから本当にやばかったのよ。あ、溶ける溶けるって。でもやっぱ甘いじゃないですかアイスって。だからもう甘いのと暑さにやられちゃって、ちょっと気持ちいいですねみたいな感じになる。でもそれもいい思い出です。はい。でも本当に1回目と2回目はすごく美味しかったです。でも本当に大変だったの。なんか4つあるじゃん、4つできるまでにまあ1個目が溶けそう、もう溶け始めちゃうんですよ。だから早く早く、はい、あ、次行きましょう、はい、行きますよ行きますよ、はいはい、行きます行きまーすっていう感じだったの。面白いですよね。でも最初のダンスシーンは一番最初に撮りました。そう、一番最初に撮って、はなちゃんみーさん出してほしいって出てます。ありますよグッズで。はい、皆さんぜひゲットしてください。残念ですが早退します。また今度、また今度。毎日暑いですよ本当に。日曜日花ちゃんと写真撮れるって思ったら間違って土曜日の件撮ってて流してしまったって。わあ悲しい。また絶対会いに来てください。待ってます。日曜日だと思ってってきついね。土曜日だ、ん、土曜日だと思ったら日曜日だったって、まだ希望があるけど寂しいな。また会いに来てください。待ってます。
可愛かった？よかった。なつみちゃんとこからずっと、あ、そう、なっちゃん隣だったからね。仕事しなきゃだけど見てたいだって。見てなさーい。見てなさーい。朝楽しかったですか？楽しかったけどちょっと遠かった。ちょっと遠かったですね。ツーショットプリントしてアルバムに保存しましただって。ありがとうございます。そんな大切にしてくださって。わいもなつみちゃんのとこから見てたけど、はなちゃんの制服姿現役でした。現役じゃないのよ、もう。私はもうコスプレでした。恥ずかしい。22歳が制服なんて着ていました。でも本当にアイドルっていうのがあるから着れますよね。はい、っていう感じです。そう、さいちゃんに選んでもらいました。さいちゃんどれがいいと思うって言って。優しい。おしゃれ番長に決めてもらいました。嬉しい。みんなが可愛いって言ってくれる。ありがとうございます。現役、なんか別になんか現役でもいいって言われるの嬉しいですけど、現役じゃないんですよ。そんなこと言っても私は現役じゃないので、すいません。花ちゃんのことを応援しています。ありがとうございます。髪の毛伸ばす予定はありますか？ありません。ありません。この長さがいいって言われるから、これにする。花もこの長さが好きなのでこれにする。この子に推し変するのは許すっていう6期生いるって。な、許すとかなんかよくわかんない。応援してあげる、応援するのはいいと思います。はい。でも6期生、あ、でもこの間うららちゃんとヒーローちゃんがと話す機会があってお話ししました。バックダンサーに行って、そう、2人とも普通にお話ししてくれて優しかった。可愛かった。めっちゃ緊張しましたって言ってた、うららちゃんが。可愛い。めっちゃ緊張しました、緊張するよねって言って。あ、そう、ハンちゃんとシブイちゃんもいたんだけど、2人とも若かったから、そう、最後の方出れなくて。
そうですよ、花ちゃんも先輩で後輩が多いです。早い、早くないか。でももう8年目なんで長いっすよ。この間横浜アリーナのあれから7周年だったんですよ。すごいっすよね。びっくりびっくり。めでたい、ありがとうございます。めでたいね、嬉しい。お披露目見に行きましたよ、だって。あの横ありのライブめちゃくちゃ楽しかったですよね。ただ全然出てないんですけど、 DVD 持ってて、でなんか DVD 見てても背取りめちゃいいし、なんか普通にファンとして、あの楽しんでてか普通に好きだったね。めっちゃ良かった。やん。暑いね。みんな気をつけましょうね。水分だけは取らないと。テレレレテレレレンテ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 レレレテレレ。来週は戻りの梅雨だったよ。なんやねん。なんやねん。戻りの梅雨。西日本太平洋側は雨が降りやすいだって。なんやねん。なんやねん。確かにね、水不足になっちゃうからね。なんか福岡のいいところって、あの地下街があるところだと思います。本当にそれはもう本当にいい。雨降ってもう使えるし、暑くても寒くても使えるんですよ。最高じゃない？あの地下街がいつもお母さんがね、福岡来た時いいよねって話してる。地下街いいよねって。もうちょっとね長くしてくれたら嬉しいですね。もうなんなら博多駅ぐらいまで。そしたらさ、もう全然あの遠いけど全然歩きますって思っちゃうね。地下街はもう最高ですよ。それぐらい長くて最高。地下街最強だよね、本当に。おしゃれ。確かに。すごい、シンガポールからヤッホーだって。髪型かわいい、ありがとうございます。ヤッホー、福岡いいところですよ。皆さん遊び来てください。博多と天神なら普通に地下鉄に乗ればだって。確かに。え、でもその分お金かからないから、歩けばちょっと全然歩きますよね。あ、牛すき丼皆さん食べました？あ、美味しいです、だって。ありがとうございます。もう終わっちゃうよ、みんな。7月3日までだよ。でもこの間なんかその牛すき丼を食べるために行きますみたいな方もいらっしゃって、わあ、ありがとうございますっていう感じです。でも本当に美味しいので、皆さんぜひ牛すき丼食べに行ってください。レッツゴー、ボスいいぞ。レッツゴー。でもその代わりあれも楽しめますよ。福岡も楽しめるからね。
7月3日までやで。眩しい青空、トンネル抜けたよね。ある日を境にハレーション起こす日差し。一つ一つが可愛いなって。なんだ一つ一つって。え、すごい、これってファンの人のレベルも上がりましたってお知らせも来るんですね。ただファンの人には見えないやつが、あ、見れるんだ。誰、あの、訪問しましたみたいなのも来ます。初訪問とか。なんだろうね、このレベル。すごい。なんか恥ずかしいね。だって確かにサマーバージョンの今ぐらいもちはまだったんですか。さあどうでしょう。7月になったらまたレベル1。あ、じゃあ花がさ、いっぱいしなきゃいけないってこと？そういうことなの？ごめんなさいね、ちょっとたまにしかやらなくて。すみません、本当に。写真会以外で、写真会以外で服買った。アシャレス用の服を買いましたっていう感じだかな。他のはね全然買ってないのよ。私本当に優柔不断なのね。だからこれを、あ、可愛いって思って手に取るじゃん。でもね、私は一体これを本当に着るのかっていうのにたどり着いちゃうんです。はい。だからお母さんとかがいないと買えないの。これ本当に着ると思うって。朝ですの履いてたやつは、あのこの間の黄色のパンツの色違いで、ニコ&のピンク色です。なんか最初ピンクのやつ、そう、朝です私服なんですよね。そうだから考えるの大変なんですよね。どうしようって。朝っぽくて可愛いだって嬉しい。そう、お母さんと何がいいかなって言って選んで、パジャマかと思ったって。最低ですね、そんなこと言わないでください。でも花がその日いたマネージャーさんにも、それが今流行りなんだっていう風に言われて、パジャマかと思ったって言われてちょっと怒った。もうって言って。そんなこと言わないでくださいよって言って。
本当に冬の朝ですと寒いっていう風にすごく言われました。めちゃくちゃ寒いよって。頑張ってくださいだって。ありがとうございます。早起きはね大丈夫なんですよ。私早起き得意なんで。最近スニーカーも買っていません。何も買っていません。可愛いよね、写真会のやつ可愛いでしょ。あれはね、あのお母さんから借りてきたあの靴お揃いのやつ持ってて、色違いであの色可愛かったから借りるねって言って借りてきました。あれの白持ってるんですよね。ちょっとお尻が痛くなってきましたので、もう終わりにしようかなと思います。浮きそうな靴だったのって。アップルウォッチのバンド可愛いねだって。ありがとうございます。あれもね色で迷ってて、あのお母さんに聞いてお母さんが言った色にしました。結局いてということで終わりにしちゃおうかなって思っちゃうけど、みんな終わりにしてもいいかな。ありがとうありがとう。スクショタイムだって。スクショタイムしてもさ、みんな別にいいんじゃない？心の中で。いや違うね、花って喋れないの。なんかあのだから渡辺直美さんが4時間もねあの YouTube 生配信で喋ってるの本当に尊敬するんです。私そんなにエピソードないし面白くないし、はい、でお尻痛いしそうだから本当にあの本当にすごいと思う。渡辺直美さんは尊敬するし面白いしね、広い生活を送っていると思う。うん そうだからコメントをね読まないと、はい、じゃないと成立しないぐらいなのよ。オタクエピソード聞きたいです。ファンの人がさ写真会終わってからどんな生活、どんな生活っていうかどんな過ごし方をしてるのか密着したいよね。写真会終わってからなんか本当にねどういう感じなんだろうと思って、なんか一瞬じゃないですか。一瞬だしなんか本当にあのね不思議なんですよ私にとってそっち側の経験をあんまりしたことないので、どういう気持ちなんだろうとか思いますね。なんかすごいファンの人が花にすごい気持ちを伝えてくれるんですよ。そうなんかすごいもうね、あーかわいいって言ってくれるんですねみんな、はい、女子とか女の子とか、あーかわいいって言ってくれるんですけど、皆様の方がかわいいですっていつも思う本当に。いやみんなマジおしゃれだしめっちゃかわいいの。いやわかる男子男子わかるでしょ。なんか周りのさ女子めっちゃかわいくないわかるでしょ。おしゃれだしさみんな、だってぶっちゃけもう花より全然さかわいいしさ、みんなおしゃれだしさ、さこうやってわかるおもろい。だからさこう来た時にさ「えかわいい」って言ってくれるんですよ。いやあなたのがかわいいですって。もうおしゃれだし本当にありがたいですね皆さん。でも本当にこの間の関東の写真会女子がたくさん来てくださってめちゃくちゃ嬉しかった。ありがとうございます。
ど、みんなねもう本当に可愛いんだよ。だからなんかあのすごいおしゃれなの。髪の毛も綺麗だし爪まで可愛いのみんな。私なんてね2年前まで爪をねしてたんです。ネイルしてたんですけど、あの年を取るにつれてネイルをするよりマッサージに行った方がいいっていう考えになっちゃったの。だからもう全然ネイルしてないし、ネイルしてないな、ネイルより私はマッサージと思ってマッサージ行っちゃう面白いでしょ。いやネイルって高いんですよ本当に。可愛いけど、可愛いしウキウキするし、もうすっごい可愛いんだよ本当に。でもあのでもやっぱマッサージの方買っちゃう今もうこうしたらマッサージ 3回とかいけるんじゃないとか思っちゃったっていう話です。はい、じゃあ終わりにしまーすランキング読みますね。13位アントさん、ありがとうございます。12位ヒョウさん、ありがとうございます。11位小口さん、ありがとうございます。10位ヨシヒロさん、ありがとうございます。9位園長先生さん、ありがとうございます。8位キムケンさん、ありがとうございます。7位横浜の歯医者さん、ありがとうございます。6位ニッシーさん、ありがとうございます。5位コウキさん、ありがとうございます。4位フルさん、ありがとうございます。3位ユスピさん、ありがとうございます。2位埼玉のひろきパパさん、ありがとうございます。1位大勢さん、ありがとうございます。ありがとうございます、感謝感謝では皆さん、まだ水曜日ですね。まだとか言っちゃいかんな、もう水曜日です。あと2回頑張れば週末が来ます。はい、ということで皆さん一緒に頑張りましょう。あ、変わっちゃったよ。大丈夫かな。ありがとねー、バイバーイ、おやすみなさい、バイバーイ。